はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今週ね、ほんと、いやー、嬉しい。先月ですね、本当はもっとね、の動画更新できる予定だったんですけど、何一つ当たらずですね、結局セールで紹介した1点のみで終わってしまったわけなんですけど、今月はね、調子いいですよ、これ。で、まさかちょっと当たると思わなかったんですけど、まさかの当選してゲットしたんでね、レビューしたいと思います。はい。こちら、ボックス見てみるとこんな感じです。はい。パープルのナイキ SB のボックス、このボックス、ついにゲットできました。このパープルになったらしいというね、話はいろいろ、なんかこう、レインボーになってたり、パープルになったりとかいろいろしてるらしいんですけど、そうなってから僕一足も変えてないっていうね。なんで、初めて、この新しい SB のボックスゲットすることができました。で、ものがこちら。はい。ナイキ SB ダンクロープロ。カラーがフラックス、フラックス、フラックス、バロックブラウン。でございます。はい、 US11 のマイサイズゲットいたしました。いやー、もうほんとね、ダンクって買えるんですね。いろいろダンク SB、インラインのもの含めて、ね、いろいろ出てますけど、全く、箸にも棒にもかかわらずですね、ここ 1,2 年ぐらいですか、ダンクが人気になってからもう全く買えてなくてですね、もうやっと買えた一足でございます。というわけで早速物を見ていきましょう。そしてダーンと、はい、ナイキダンク SB、ウィートですね。いや、もうほんとね、これもうね、僕ら世代で多分こうダンク SB のウィートって言われたらこうときめかないやついないんですよ。もうほんとそれだけ、まあっていうのもやっぱダンクのファーストカラーですね、ファーストカラーで出たリース・フォーブスモデルが、ウィートカラーで、まあ、当時ウィートとニックスだったかな、ダニースパーですね、あの2足だけ確か最初に出た4足の中でも特に数が少なかったんだと思うんですよ、確かね。3000、その他2つが3000で、そのウィートとニックスが2000じゃない、1000とか噂されてて、ね、確かそれぐらいの数だったと思うんですけど、特に数が少なくて特にかっこよくて、まあ全部かっこよかったんですけど最初から、まあだったんで、特にその2種はめちゃくちゃ値段が上がってまして、で特にそのウィートが流行った、ウィートがバーって人気出て以降、まあナイキもそうなんですけど、いろんなブランドからそのウィートカラーのスニーカーとかが出たりして、まあ一つこうムーブメントを作った一足でもあるんですけど、まあそんなこんなでやっぱりまあ伝説の、未だに伝説の一足になってる、スニーカー、まあダンク SB 最近流行ってるんで皆さんご存知だと思うんですけど、以降、まあウィートをイメージしたような、そのウィートカラーって呼ばれるようなダンク SB ってちょこちょこ出てるんですよ。ブラウンパックのロートハイだったりとか、まああれもウィートっぽいカラーだし、あと3年ぐらい前にはまあリバースウィートみたいな、リバースリースフォースって言われたかな、忘れちゃいましたけど、ファーストのウィートカラーをリバースしたようなカラーリングで出たんですけど、あれちょっと僕なんかリバースしたら微妙だなと思って買わなくて、当時そんなにダンクブームってことでもなかったから、ちょっと頑張ったら買えたんですけどね、多分。なんかあんまりで、買わなかったんですけど、まあ、そんなのも出てたり、まあ、あと、2000何年だったっけな、2003、4年ぐらいだったと思うんですけど、メイアタックって言われるパックが発売されて、それの中にウィートカラーで、この数種が、ネイビーの、モデルがあったり、まあ、それは SB じゃなかったんですけど、普通のダンクでしたね、確か。だったんですけど、まあ、そんなモデルがあったりと、まあ、ウィートを踏襲したモデルっていろいろ出てきたんですけど、で、まあ、第何弾に当たるのか分かんないけど、今回もこう、ダンク SB のウィートっていう形で発売されまして、どっちかっていうと、この前出た、まあ、この前出たっていうか、まあ、復刻ではあるんですけど、エアフォースワンみたいなカラーバランスになってるかなと思っております。全体がウィートアッパーで、この濃いめのガムソールを採用した、まあ、新しいデザインなんだけど、やっぱりね、ダンク SB でウィートって名前が付けられると、やっぱりこう、心躍るわけですよ、僕は。で、まあ、結構この濃いガムソールのバランス、濃いこのブラウンのソールとね、ガムソールのバランスがすごいいいなと思って、見た瞬間からちょっと欲しいなと。っていうのも、まあ、ちょっと前に出たその、ウィートのエアフォースワンの復刻なんかもちょっと欲しいなと思ってたんで、あ、これ、どっちかっていうとフォースワンダンクの方が好きなんでね、僕は。これいいじゃんと思ってたんですけど、まあ、まさか買えないだろうと思っていたらですね、まさかの、モータルさんの抽選で、当たりました。ほんとモータルさんの抽選結構申し込んでるんですけど、あ、これ本当に当たるんだと失礼ながら思ってしまいました。いや、もう本当モータルさんありがとうございます。実はね、ちょっとお店の方にちょこちょこ行かせてもらって、たまに買い物をしてたりするんですけど、ちょっとこれからもぜひお買い物させていただきたいと思います。はい、そんなわけで、全体さっくり見ていきましょう。はい、つま先から見ていくとというか、まあもう全体がこの、
ブラウンというか、このウィートカラーのアッパーに、スエードアッパーになっております。毛足は割と短めですね。でも、まあ、こう撫でると若干色が変わるような感じになっております。まあ、ウィートアッパー、スエードアッパーに若干傷が入っているのはいつものナイキクオリティっていう感じですね。まあまあダンクなんて履いてなんぼなんで、まあ傷はそんなに僕は気にしておりません。はい。で、スーシュも同じく、ウィートカラーの、スエードが使われていて、こんな感じになってますね。もうほんと全体がこんな、全く同じ素材で構成されております。で、ミッドソールは濃いめのブラウンで、アウトソールがガムソール。このなんかこうブラウン系のカラーコントラストがいいですよね。すごい、この層になった感じがすごいかっこいいです。綺麗で。こんな感じになっております。はい、内側見てみるとこんな感じ。まあまあ内側もまあダンクなんでね、こんな感じで全然何の変哲もないというか普通のダンクの構成になっております。で、上から見てみるとこんな感じで、はい、まあやっぱこうなんか上から見るとちょっとこうなんていうのかな、スエードの効果かわからないですけど、ちょっとこうボリューム感があるようながっちりしたようなイメージに見えますね。やっぱブーツっぽくなってるのか。で、ダンク SB らしいこのハンマルの、紐が、デフォルトについてきて、これはアッパーと同じウィートカラーですね、になっております。で、タンはメッシュのウィートカラーのメッシュになっていて、タントップにはナイキ SB の、ロゴが、タブがついております。で、ブラウンで刺繍が入ってます。こんな感じになってます。はい。で、ヒール見てみるとこんな感じ。はい。ヒールもまあウィートカラー、ここのね3層の美しい、グラデーションがあって、ここのダンクらしいね、このなんていうんですか、このステッチングね、ここすごい僕好きなディテールなんですけど、このボコボコの、ディテールがあって、ここにナイキのロゴが刺繍で入ってます。ブラウンの、刺繍で入ってますね。アウトソール見てみるとこんな感じ。はい。何年か前にね、リニューアルされて以降、ダンク SB のアウトソールはそれ以降変更ないですね。ちょっと普通のダンクより目の細かいこのエッジですね。パターンと、真ん中のここだけパネルで色が違うようになってますね。まあ、大体白くなってたりするんですけどね。これに関しては、ミッドソールと同じ、ブラウンが使われておりまして、真ん中にナイキ SB のロゴが入ってます。はい。で、ライニング見てみるとこんな感じで、なかなかこう手触りのいい、ジャージ素材のようなライニングになっていて、ダンク SB らしくこう足履き口周りのパッドが結構厚めに入っております。で、このねヒールのサポートのところがこうなみなみになってるのが最近のダンク SB の特徴かなと思います。こういったね見えないところ、アウトソールもそうですけど、見えないところがちょっとね昔のダンクローとかより進化してるのがいいですよね。で、インソールは、ヒールにズームウェアの入った、ナイキ SB のインソールになっていて、こちらも全部ウィートカラーで統一されてます。で、ナイキの SB のロゴとズームウェアのロゴが、ブラウンで入っております。で、付属品は、この貝紐がついてきますね。濃いめのブラウンの貝紐が、ワンセットついてきます。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いや、もうめちゃめちゃかっこいいですね。いやもう本当ね、このブラウンのねソールがね、こう上から見るとやっぱすごい、上から見てもすごいインパクトあっていいですね。うん、なんかやっぱこう全体のイメージをこう一気に渋くするというか、いやーめちゃくちゃかっこいいな。で、まあ素材もねすごいしっとりとしたスエードでいい感じなんで、雰囲気あっていいっすね。まあ本当ちょっとしたブーツみたいに見えますね、こうやって見るといやかっこいい。でサイズ感なんですけど、いつものダンクですね。いつものまあここ最近たくさんいろんな形でダンク出てますけど、まあその履いたことある方であれば、全く今回も同じサイズで問題ないかと思います。エアフォースワンとかと比べると気持ち、幅が狭めなんで、ちょっとこう幅広の方は注意が必要かなっていうところと、あとまあダンク SB なんで、このねファットターン、分厚いターンなのと、あとターンがここでゴムで止まってるんでね、結構こう足の甲に対する圧迫感がある、ものになっているんで、高高の方も、ちょっと注意が必要かなっていうモデルになってます。まあでもまあ、いつものタンクです。はい。いつものタンクですぎて感じ。いやでもほんとね、いやかっこいいな。めちゃめちゃかっこいいですね。うん。ほんと、まあここで履いててもなんとなくこう、足がこうポカポカしてくれるような、素材感というか、まあ、冬らしい、素材感になってるんでね。これからね、ほんとぴったりなんじゃないかなと思います。こういうジーンズもそうだけど、太めのパンツとかにも合いそうですし、意外とね、こういうウィートカラーで薄めのね、デニムにもすごいしっくりくるんで、すごい実はかなり使いやすいかったりするんですけど、いやーもうこれちょっとね、この冬活躍してくれそうな一足になりますね。いやー嬉しい。ほんとね、ずっとダンク履いてなかったからマジで嬉しいです。いやー嬉しい。よかった。今年最後になんか、やっとなんか、
ちょっとね、一つだけいろいろ悔しい思いをしてきたのを少しだけ返せたような気分になっております。はい、いやー、よかった、嬉しい。はい、というわけで今日ご紹介したのはナイキ SB ダンクロー、ウィートカラーのレビューでした。いや、もうほんとね、ダンクブームになってからマジで一足も変えてなくて、それこそクレイジーカラーのダンク以降かな、あれぐらいから結構こう抽選とかガンガン申し込むようにしてるんですけど、マジで一足も変えてないんですよ僕のレビュー見ていただければ分かると思うんですけど、まあ支援していただいて、ハロウィンが変えたぐらいかな。あれはまあガバリさんの力なんで、自分の力で変えたのマジで一足もなくて、結構欲しいからあったんですよ、 SB とかにしても。もうまあなんだ、有名なところで言ったらベイ&ジェリーズとかだって欲しかったしね。なんか結構ちゃんといろいろ申し込んでるのもあるんですよ。スニーカーズだけポチってやっただけとかのもあるけど、だけどもうほんと片っ端から落ちててそれこそこの前のスウェードダンク3種とかも全部落ちましたし、まあね、なんなんて感じだったんですけど、ジョーダン1もダンクも本当に今年は買えなくて辛い1年だったんですけど、これ最後の最後ですごい報われた感じがします。はいもうほんとね、いや、かっこいいっすわこれ。もうなんかもう冬らしくってね、これからの時期にマジでぴったりなダンクっていう感じで、ウィートカラーのねダンク欲しかったんですよ、一足。こうブラウン系のダンク、なんか割と僕黒系とかなんか同じようなカラーっていうかものが SB ばっかりなんですよね、よく考えてみると。 BHM のダンクも黒アッパーだし、ブラックビジョンも黒スウェードだし、ハロウィンも黒スウェードだし、あとジーノのハイカットも黒だしみたいな、なんか黒いやつばっかりなんで、いや、ほんとね、これ初めてちょっと黒じゃない、初めてじゃないですけど、まあいろいろ思ってますけど、まあ久しぶりにこう黒じゃないダンク SB 変えたなっていう感じですごい嬉しいですね。まあやっぱりこれすごい定番のカラーバランスだし、すごい綺麗にまとまった一足っていうか、まあウィートカラーのダンクって大体ね、こう後々もこう全然評価も下がらないというか、もうどんどん基本的に上がってくスニーカーが多いと思うんでね。で、またこう色あせてきたらまたちょっとそれはそれでかっこいいんじゃないかっていうところもあるんで、まあダンクはもうほんと履き込んでなんぼだと思ってるんで、もうガンガン履いて、味を出していければなと思っております。はい、そんな感じですかね。ご意見、ご感想、ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。はい、というわけで今日ご紹介したのはナイキダンク SB ロー、ウィートカラーのレビューでした。ではまたお会いいたしましょう。ピース。